よし、じゃあ釣られたろう丸にして、手形は使わないぞ、もったいないから一角でバッサーズ出撃だ。はい、クリアできんのかなこれ。そうだよ、みんなでさ集まって撃破したいよね。釣られたろう丸登場な。お、大量じゃ。水の上で戦うのこれ。いた、すげえ近くにいる、すげえ近くにいる。こいつ邪魔だ、おりゃ。押した押した。これなんだ、魚、あ、魚が回復してんの。ということは魚を倒しといた方がいいのかなこれ。なんか倒しといた方が良さそうだなこれ。一発じゃ無理だ、こいつはただ単に回復してるだけだ。倒せねー倒せねー。倒せた、おりゃ。こいつめ、これほっとくとどんどん増えていくパターンじゃない。よし倒した。こいつの攻撃自体はそんなに効かないけど、妖術とかどんなん使ってくるの。あ、また釣ってんのかこれ。こいつなんか攻撃する系か、なんかすごい食らった今。よし倒した。大量じゃーじゃない、回復をどこでするかが重要だな。必殺技は多分避けられるだろう、赤鬼と同じような感じなの。一本またかよ、回復だ、回復、回復すんじゃない、回復すんじゃない、やめろ。やめなさい、大量じゃねえ。一本一本、そろそろ回復しといた方がいいかな。なんか大ダメージくるとちょっと不安だな。一回回復しとこう。よし、見えねえ、そこ見えない。あ、しかも見回り用に来てる、見回り用に来てる。さっさと倒さないとこいつ。よし倒した。これもしかして自動マーキング、違う、自動マーキングってなんだ、自動ロックオンか。なんか勝手に敵の方向いてくれるわ。今度なんだこの赤、赤、赤すげえ攻撃してくるぞ。あ、でも妖術系のやつより大したことない。大量じゃん、全然大量に釣ってないから、全然釣ってないから、一匹ずつしか釣れてないから。あ、でも大量ってことか。あ、もうなんか意味わかんないな。大量じゃ、お前が釣り上げる前に倒したいが、そんなわけにはいかないかった。回復、回復魚め。いやでもこいつあれだな、ほぼ回復と攻撃魚がやってるから、このこいつ自身はそんなに能力ないみたいな。全部魚任せじゃないか。あ、倒した。イエーイ、50か、そこは変わらず。よし、じゃああとはひたすら鬼玉集めだな。
よし、コールしよう。違う違う。ゴール脱出。そこまで。111か。ボラ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 レア物のボラが。さあクリアだ。次が2000個か。まだ先だな。